はー、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は FIFA22ST の強さランキングになります。ポジション別ランキングの最後として、ストライカーの選手たちを、ランキング付けしました。で、ST だったり、もちろんフォワードっていう意味で、センターフォワードの選手も対象にして、ランキングを作りました。で、今回は、選手ももちろん多いので、ベスト10で、紹介をしていきたいなと思います。あとは注意としては、結構 ST だったり CF の選手は何でもできるような選手もいて、 CM だったり、あとはボランチとかっていう下ろして使う人もいるんですけど、本当にこう今回は純粋なストライカーっていうので、選びました。ベスト10を選んだので、そこはちょっと、理解していただければ嬉しいなっていうふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは第10位。第10位は、フッティーズのサパタです。フッティーズのサパタ。SBC でかなり格安で作れた選手なんですけど、この人は個人的にやっぱり、重さが感じる人は5つ、それが逆に強いっていう人も、いる。さらにやっぱり5-5になったのは、かなりでかいかなっていうふうに思います。あとは身長だったりも高くて、ジャンプ力もあるので、ヘディングも強さがあるかなっていうふうに思います。5-5になったことで、これまでスピードとか、この能力があってもスピードとかだけじゃなくて、スキルも使えるようになったっていうのが、非常にでかくて、本当にこうカントナの強化版みたいな、感じの選手で、かなり使用感は、自分は、結構良かったかなっていうふうに思います。でも中には、サパタが弱かったりとか、どうしてもやっぱり重さがある選手なんで、結構人によって好みは分かれる選手だと思うんですけど、なんで、そうやって重くて使えないなっていう人も、もちろんいたかなっていうふうに思います。個人的には結構使用感の良かった選手ではあるので、このトップ10に入ってきたっていう感じです。で、そして第9位。第9位はフッティーズのグリーズマンです。フッティーズグリーズマン。この選手は記憶に新しいかなと思います。5-5になったことによって、さらに能力がかなり高くなったっていうことによって、もともとこの人はグリーズマン、この人グリーズマン自身の使用感っていうのは良かったです。金の時から、ボールが扱いしやすくて、本当にこう降りてきてゲームを作ってくれるような、フォワードの、結構最高峰の選手かなっていうふうに思うので、それがどん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 能力高くなっていくと、もちろんそういうボールコントロールだったりドリブルの面は扱いやすいと、感じる人は多いんじゃないかなと思いますし、自分も結構、軽い選手で、ボール持ちやすいなっていうふうに、思うことは結構あったので、なんで結構使用感がいいと、感じる人は多いんじゃないかなと、思います。個人的にね、ちょっとこう見てみると、 ACBG の価格としては50万弱と、ちょっと高かったかなっていうふうにも、思ったりしますね。サパタが10万なので、サパタが安すぎたっていうのもありますけど、ちょっと高かったかなとも思います。それでも5-5のグリーズマンっていうのは、間違いなく強い、選手なので、この9位に入ったという、形ですね。で、そして第8位。第8位はシェイプシフターズのソン・フンミンです。ソン・フンミン。シェイプシフターズソン・フンミン。この人もう40万もしなくなっているんですね。ケミが難しいからといっても、200万、300万、200万から300万した選手が、こんな1週間、2週間、2週間も経ってないと思うんですよ。1週間ぐらいで38万、40万以内で買えるようになっているっていう、かなりの値下がりを、してる選手なんですけど、それでもね、かなり強いですね、この人は。本当にこう、ずっと5-5のソンが来てほしいと、スキル5のソンが来てほしいと言ってた中で、この最後の、最後ら辺のイベントのシェイプシフターズで来て、で、使える人も限られてる中で、で、ソンは世界大会でも使われてたり、して、少数の、人ではあるんですけど、使われたりして、めちゃくちゃ強いですね、この人は。やっぱりシュートに関しては、正直もう TOTS でカンストしてるというか、もう TOTS でもバケモンシュート入るぐらいだったのが、
まあ、そこにプラスドリブルもできるようになってるというか、スピードとかそういうなんかちょっとフィジカルだけじゃなくてスキルでもこう剥がせてっていう、そのよりシュートのうまさを際立たせる前段階のクオリティも上がったような選手で、むちゃくちゃ強いですね。やっぱりそういう意味でもやっぱ5-5っていうのは正義、特にスキルが5あるっていうのは相手の守備者側からするとかなり嫌な選手になりうるんじゃないかなっていうふうに思います。で、孫も TOTS の時にちょっと重いなって思う人はいたんですよね。シェイプになるとちょっとはマシになってますし、ドリブルも軽くなってる、スキルも使えるようになってるんで全然いいとは思うんですけど、まあ、個人的にはね、 TOTS の損は別にそんなに重くないっていう、重くないというか、まあ、多少まあさ確かになんか重たさという軽くはないなっていう時はあるんですけど、別にまあ妥協できる範囲の中で重さはまああるんで、まあ、全然妥協できる範囲だったんで TOTS の時から、だからそっからシェイプになってでスキルが5にもなってスキル使えるようになったってなったらめちゃくちゃ強いですよね。まあ自分としては、まあそれこそグリーズマンとサパタの間ぐらいかなと思いますね。まあサパタほど別に重くはなくて、まあでもかといってグリーズマンほどこう細かいタッチみたいなのができる、ことは少ないのかなっていうふうに思うので、結構ソンはね間ぐらいの、重い選手と軽い選手の間ぐらいのドリブルの重さなんで、まあ、使える人は全然使えるかなっていうふうに思います。かなりやっぱり5-5の孫は、まあ、来た時にはすごいね、孫は好きな選手なんですごい嬉しかったですし、まあ、こんだけ強いっていう孫もね、すごい嬉しい自分は。で、そして第7位は TOTS のロナウドです。クリスティアーノ・ロナウド、まあ、この人はね、シェイプがもう1段階上にあるんですけど、この TOTS もしくは TOTY でも十分に強い。やっぱり決定力、まあ、ソンと同じような形で決定力は本当に凄まじいほど、ある、プラスやっぱりフィジカル能力がこの人は強いですし、倒れない強さだったりとか、フィジカルで吹き飛ばす強さ、あとはヘディングもできるっていう中で、まあ、本当にこう強さが、めちゃくちゃあるような選手、強いこう要素がめちゃくちゃある、でサッカーゲームに向いてる選手かなっていう風に思いますね。ペースが速くてもゴリゴリいけてっていう、で裏抜けの時にも相手にフィジカルで当たられても全然ひるまない、むしろこう前に入っていって先にボール触るとかっていうのがある選手なんで、まあ、サッカーゲームにおいてかなり強い要素を持ってる選手かなっていうふうに思います。あとは AI の面ですね。 AI の面でいいところにいると、あとは逆にクロスとか、裏抜けの時でも相手にちょっと、まあ、相手をちょっと押すじゃないですけど、こう自分に近づいてきそうな選手をこう弾き飛ばして、なぜかこう自分がパス出すときにはフリーになってシュートを打てるっていうところが、まあそういう AI の良さがあるというか、そういうオフザボールの挙動をするのって、まあロナウドが一番多いのかなって個人的に感じますし、なんかオフザボールの時に相手をこうグーグーって抑えて自分が前に行ってるんですよね。でそういう場面が多いのってやっぱロナウドが、このベスト10、まあ、これから6位以上紹介しますけど、その中でも一番多いぐらいのやっぱそういうオフザボール、ゴール前でマークをつかせないというか、そういう AI の良さっていうのはロナウド一番あるかなっていうふうに思うので、まあ、そういう意味でもかなり強い選手かなっていうふうに、思います。かなりねやっぱ強い、やっぱりロナウドはやっぱ強い、今作もやっぱ強かったですね。で、そして第6位はアイコンモーメントのロナウドです。アイコンモーメントのロナウド、フェノメノの、ロナウドです。ブラジルので、この人ねめちゃくちゃ迷ってるというか、まあ、正直にね、このランキングはトップ10に入ってるだけでもう全員強いし、特にまあ孫以上かな、8位以上からは
もう正直コーツつけがたい、誰がなんか別に3位でも2位でも1位でも誰がなんでもおかしくないっていうレベルなんで、ちょっとねなんか差をこう伝えるのが難しいんですけど、まあここにアイコンモミとロナウドが入ってるっていうことで、まあやっぱり55はもちろんのこと、まあアイコンらしさというかアイコン特有の理不尽さっていうのもあって、まあロナウドに関してはそれこそ世界大会では 100% の使用率を誇ってる選手なんで、まあみんながみんな前線にはまず、ロナウドがいるというような中で、まあやっぱり強いんだろうなと、思いますけど、日本で行くと前作もそうだったんですけど、ロナウドなんかそんなに強くないっていう意見がかなり多いですね。みんながみんな強いっていう風に感じるわけじゃないっていう選手ではあります。で自分は正直ロナウドが1位でもいい、それぐらい、まあ、自分は強いと思う選手なんですよね。正直やっぱり決定力の高さっていうのはもちろんありますし、でドリブルも、まあ、多少癖はやっぱりあります。めちゃくちゃ軽いとかめちゃくちゃ細かいとかっていうわけじゃなくて、どっちかっていうとまあ損だったりのタイプかなっていう風に思います。そんなにこうボールタッチが細かいわけじゃなくて、こうスピードでグンっていけるような選手なんですけど、まあ、それでもやっぱりなんでしょうね、ドリブルで別に抜けるし、まあこうちゃんとかわせるっていうよりもなんか相手にぶつけながら、相手にボールをぶつけながらそれでも前進していくみたいな、そういう理不尽さがあるので、ドリブルの能力もちろん上手くてスキルでも剥がせるんですけど、自分が操作ミスった時になぜか抜けてるっていうことがある選手ですね。やっぱりそれがアイコンの力なのか、まあこれだけロナウドっていう選手の力なのか、それが多くこう理不尽な、まあ、ゴールだったり理不尽な突破をしてくれる選手なんで、まあなかなかちょっと強いんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれをね意図して生み出すっていうことはできないんですけど、それでもそういうことがかなり多い選手で、まあかつ別に普通にスピードも速いし、まあ同じようなこう ST として確実な強い要素を持ってるっていうのもあるので、それプラスアルファやっぱりその臭さ、なぜか抜け出してる、で自分が操作ミスってもなぜかボール転がってくるみたいな、そういうのがある選手なんで、やっぱり強いかなっていう風に自分は、思いましたね。でそして第5位は TOTS のムバッペです。 TOTS のムバッペ、まあ Y も、ここに入るかなと思います。この人もねマジでコーツつけがたい。別にロナウド、アイコンモメントのロナウドより絶対に上かっていうことでもないですし、めちゃくちゃもうすっごいやっぱ ST はね豪華、フォワードの選手はめちゃくちゃ豪華でめちゃくちゃ悩ましい。でムワッペに関してはもちろんシュートだったりは正直ロナウド、まあダブルロナウド、6位と7位、まあ、あとはソンもそうかな8位、そこら辺の選手よりシュートに関しては若干誤差やと思いますけど、入りにくさはあると思います。シュートの面でいくとやっぱりそこのロナウドとかだったりソンの方がうまいところはあるんですけど、まあ今作、まあ、というかサッカーゲームっていうことにおいてやっぱりムバッペのペースはむちゃくちゃ速い。今作の序盤からどれだけ苦しめられてきたことか、金でもそう、まあ、黒でもそう、まあ、SYA でもそう、ムバッペで走っとや抜けますやんみたいなのがすっごいある、すっごいあるし、すっごいされた人もいると思います。これ見てる中でやし、それをしてきた人もいると思います。走っときゃええやんっていう。でムバッペを使った時、まあ自分は Y 使ったんですけど、まあそりゃ抜けるわっていう風に思いましたね。このペースがあれば、まあそれに頼っちゃうやろなって。だってめちゃくちゃ速いもん、ほんまに斜めにバーン行ってるだけで相手のディフェンスはおーおーおーってなって抜けていくもんね。やっぱりそれが強すぎて
まあ、ちょっと5位にしたっていうような感じですね。でシュートの面もまあ TOTS だし TOTY だし、普通に入るんですよね。決めてくれる、それなりに。全然あの一番上の高いところでいくとやっぱりロナウドとかソンとかになってくるんですけど、別に普通に1対1決めてくれますし、難しいシュートもたまに入るので、やっぱりそこで その差を埋めるほどのなんかね、それよりかはスピードのところがかなりもうプラスポイントにあったんで、まあ、ここにしたっていうような感じですけど、まあ、正直別にムバッペの方が絶対強いとも言い難いから、かなりちょっと何位ってつけるのはちょっと ST に関してはね、うん、難しいですけど、まあ一応5位はムバッペっていうところです。でそして第4位はシェイプシフターズのメッシです。シェイプシフターズのメッシ、もう逆にこの人は本当に何でもできる、まあ、空中戦以外かな、何でもできる。あのスキルが5位になったことで、やっぱりもともと細かいタッチをしてるメッシからさらにまあスキルで剥がせるようにもなったし、あのスピードも速くなってるので相手を置いていけるような、選手にもなったかなと思います。そしてシュートもこの人はめちゃくちゃうまい、逆足4ですけど正直関係ない。まあ、逆足読んで遠目からの今週が入るかどうかは分からないですけど、まあ普通に相手と1対1だったりペナないとかだったら別に右足でも普通に入ります、この人は。でまあ安定にパスのうまさとかも意外と嬉しい点かなっていうふうに思いますね。まあ何でもできる、もう正直こう何でもできる、もう空中戦以外、あとはフィジカルもまあ意外とシェイプシフターになったことで、あのフィジカル負けそんなにしなくなったんで、あのまあまあ明らかでかいやつがバーン当たってきたらうわーってなりますけど、でも普通に耐えてくれる、やっぱりバランス能力だったりもあるので、ドリブルに関しては本当に細かいですし、やっぱりそういうこうシェイプシフターズでこのメッシが来たことによって、あのこれまでの世界大会、まあ、今シーズン今作の、まあ、TOTS の時にも、世界大会行われましたけど、その次に行われたシェイプシフターズの時に行われた時はメッシの使用率がかなり高まってたんですよね。本当にこう TOTS の時にはメッシは正直ほぼいなかったというか、本当に少数の人しか使ってなかったんですけど、このシェイプのメッシが来たらもうほとんどの選手が、使ってましたね。まあ、2割3割から正直7割8割ぐらいにまあ使用率増加してたので、やっぱりそこでシェイプのメッシは、まあ、プロの選手もあの使うような、強い選手になったんじゃないかなと、思いますね。本当にこう何でもできる、めちゃくちゃ強い、この人もめちゃくちゃ強いですね。でそして第3位はシェイプシフターズのマルセロです。マルセロ、まあ、最初に言った通り純粋なストライカーとしてっていう風にあの言ったんですけど、まあこの人は正直 CM でもできるし、あのキャムでもできるし、あのサイバーでもできる、ボランチでもできるんですけど、純粋なストライカーとしてっていう風に言っても、純粋なストライカーとして使ってもめちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。あの今マルセを使ってるんですけど ST で普通にむちゃくちゃ強い、もう純粋なストライカーよ、この人もむちゃくちゃ強い、マジで強い。まあ5-5になったことで、まあ逆足で入あの逆足が入りやすくなったかなっていうふうに思いますね。あとは別に左利きですけど、あの右足がなんかあんま入らへんなっていうこともなくて、もうあの普通に逆足5の感じでもう打ったら入るっていうような感じです。要はこうストライカー顔負けのスーパーシュートだったりとか、決定力、あとはペースの部分とかで、もう普通に自分はベスト3に入ってもおかしくないぐらいむちゃくちゃ強いです。やっぱりあとは操作しやすい、まあ、メッシと同じような形で本当にこうドリブルが軽くて、さらにスキルも使えるので、かつこうスキルを出した後の加速もこの人はあるんですよね。なんでちゃんと追いていけるというか、相手のディフェンダーをスキル出した後におーっとってなる選手もね、あのいるんですけど、そういうのがなくてスキルを出した後のワンタッチ目の加速も本当にこうムバッペほどかは分からないですけど、ちょっとムバッペっぽい、ような速さもあるので、
マルセロはもう本当に強いですね。であとはまあやっぱり今シーズンでまあレアル退団するということになってるんで、まあ、これだけ強いマルセロが今後来るかどうかっていうのは分からないですけど、まあ、かなり、強カードのマルセロが、来たかなっていうふうに思いますね。この人はねマジで強い。この人もマジで強い。でそして第2位はフッティーズのベン・エデルです。もうこの人が無料で取れるっていうのがもう正直やばい。まあ27枚で、手に入れられるんですけど、ベン・エデルはなんでもできるね、この人も。それでこう空中戦もまあ身長が低いだけで、まあ、ジャンプもまあできると思うんで、でフィジカルも備わってると。まあフィジカルの数値ほどこう強さはあの身長があんまりないのでできないかもしれないですけど、何でもできる。もう正直こう言わずもがなになってくるというか、だってペース99、ドリブル99、シュート99だからね。それは強いでしょ、この人は。では、まあ、マルセロだったらメッシを超えるかっていう話に、まあ、なるんですけど、まあ、相手にいた時に正直めちゃくちゃ速かった。むちゃくちゃ速いこの人で、マルセロだったりと同じような感じで速いんですよね。でプラス55になってるんで、この人もスキルが使えるっていうことで、この人ちょっとトークンを集めてる人、頑張って集めてる人はこの人を取った方がいいかな。まあ、ずっとこうそういうトークンの話の時にはやっぱベン・エデルと、まあ、パック系を交換するっていう風には言ってるんですけど、まあ、頑張って集めてる人はちょっとベン・エデル、まあ、使った方がいいかなっていう風に思います。あとはまあパック系かなっていう風に思いますね。この人は正直27枚に見合う価値はあるかなっていう風に思います。あとはケミもね、普通につなぎやすいですし、フランスで組めるし、あとはリーグアンと緑っていうこともあるんで、まあ、スカットには刺さりやすいわ、めちゃくちゃ強いわで、この人はいいかなっていう風に思いますね。価値は確実にあるかなと、思います。でまあ4位3位にベン・エデル、マルセロ、メッシに関しては、まあ、1トップっていうよりかは、まあ、2トップの方が、個人的にはいいかなっていう風に思いますね。まあ、スキルだったりあのドリブルとかがめちゃくちゃ上手い人は1トップの彼らに当てた時に剥がしたりするんでしょうけど、まあ、基本的には自分は2トップで使うのが、おすすめかなっていう風に思います。まあ、ベン・エデル、マルセロ、メッシは。でそして、第1位はシェイプシフターズのジノラです。まあこの人は今作の中で、最高最強の、ストライカーだと自分は思います。やっぱりこの人も5-5ありつつ、フィジカルの能力だったり決定力、さらに相手を置いていけるペースも、備わってます。で、さらにはやっぱパスもこの人はまあ上手くて、まあ理不尽な、突破からラストパスだったりシュートも、しっかり打てるかなっていう風に思います。まあ中には、もちろんこうタイプはまだ違うので、ベンデルだったりマルセロ・メッシとはタイプは違うし、どっちかというとクリスティアーノ・ロナウドだったりと同じようなタイプなんで、まあ、中にはこう使いにくさを感じる人はいるかもしれないですけど、まあ、自分のランキングでは、1位に、なるかなと思います。むちゃくちゃ強い、この人はマジで強いかなと、思いますね。あとはケミ的にも正直プレミアを使ってる人ならバチ刺さり、あとはフランスの、選手がいっぱい多くいる人は、普通に国籍で合わせれるっていうところで、一番強いストライカーかなと、個人的に思います。まあ、でもねやっぱり最初の方に、言った通り、正直、まあ、グリーズマン、サパタはにはちょっと申し訳ないですけど、8以上のソンだったりとか、ロナウド、それ以上、まあ、ブアッペ、メッシ、マルセロ、ベンデル、ジノラ、正直ここら辺はマジで甲乙つけがたいです。マジでこう順位を決め
るのがマジで難しかったし、確定したくない。マジでどれもみんな強いし、どれもみんなそれぞれに良さがあって、もうそれぞれシュートはめちゃくちゃ入るっていうのがまず前提にある。ペースが速いっていうのがまず前提にある。そっから身長だったりとかドリブルのうまさプラスアルファでフィジカル持ってるとかヘディングもできるとか、いろんなこうプラス要素があって、もう最高のストライカーたちが揃ってるかなと思うので、正直めちゃくちゃ構図つけがたいんですけど、まあ個人的なランキング、まあベスト10、ST だったり CF のベスト10としては、まあこの人たちかなと思います。であとは紹介しきれなかった、選手はモーメント、アイコンモーメントのクライフ、そして TOTS のベンゼマ、そしてシェイプシフターズのセルヒオ・ラモスで、アイコンモーメントのフリット。まあ最初の2人、クライフだったりベンゼマは、まあ、純粋な、ストライカーで、かなり決定力、まあベンゼマに関しては決定力が高い選手で、まあ、逆足が5になったことで本当にこうフィニッシャーとしての役割っていうのはかなり高いかなっていうふうに思います。あとはペースも速くなっているので、まあ、追いつけないなって思う時が、ある、まあ、そういうところも、かなり能力が上がったかなっていうふうに思います。あとは逆にクライフはやっぱり 5-5 っていうことを活かして、まあ、スキル、でかわすこともできますし、その後のシュート力はね少し低いんですけど、まあ、しっかりとキーパーと1対1だったりとか、まあ、近い距離のシュートだったら決めてくれるかなっていうふうに思います。あとはやっぱりアイコンモーメント、そうクライフ、まあ、ロナウドだったりと同じような形で、まあ、クライフとかアイコン特有の、まあ、臭さというか、なぜか取れない、なぜかフィジカルこっちの方が強いのに取れないとか、ぬるぬる抜け出されていくとか、まあ、ぶつかりながらもこう入れ替わってるとか、そういうことがあるので、まあ、クライフも、かなり強い選手かなっていうふうに、思いますけど、まあ、個人的にはベスト10には入れれなかったかなと、思います。で、後ろの2人、シェイプシフターズのセルヒオ・ラモス、あとはアイコンモメントのフリット、まあ、この2人は純粋な ST、ストライカーっていうよりかはやっぱり中盤だったりとか、ボランチ起用が一番生きる選手かなっていうふうに思います。なんで、まあ、なかなかこういう選手も入れたいので、まあ、中盤起用が、まあ、強い、選手ランキングとかっていうのも、まあ、第2弾、一番最初に第1弾としてやった動画が、あるので、まあ、その第2弾として、まあ、この選手たちを入れれるようなランキングも、作りたいなっていうふうに思ってます。まあ、っていう感じで、まあ、この4人を紹介をして、あとはこの ST だったり CF のベスト10も、紹介をしたっていう形になります。まあ、ポジション別の、ランキングっていうのは、まあ、今作 FIFA22 では、終わりにさせていただきたいなと思います。まあ、全部見てくれた方には本当に感謝しかないかなと、思いますし、まあ、参考にしてくださってる方もかなり多かったので、非常に嬉しいなっていうふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。